こんにちは、プロゴルファーの市原達彦です。いちごりチャンネル、今日はスペシャルゲストに来ていただきました。中井岳プロです。おはようございます。硬いよ、ガチャン硬いよ、硬いよ。いや、もうやり始めなんで、もう本当にもうどうしても硬くなっちゃうんですよちょっと今日柔らかくお願いいたします。ぜひぜひお願いします。いちごるチャンネル。そうです、いちごるチャンネルです。最初いちごチャンネルって聞いて、はい、あ、なんかいろんないちご食べ比べるのかみたいな感じだったんですけど、いやそれも面白いんですけど、いやいやいや、はい、今回はまあいちごるチャンネルということで、どれぐらい前からこう始めてらっしゃるんですか？始めたのはもう半年ぐらい前なんですけど、はい、まあ、ちょっといろいろレッスン動画とか、うん、あの女優さんを教えたりとか、ね、うん、まあいろいろやってるんですけど、まあ、どうしてもちょっとあのなかなか伸び悩んでまして、登録者数伸び悩んで、今ちなみに今650人ぐらい。ここからですよ、ここからですよ。今日は、どういうか、どういった感じで？そうなんですよ、はい、うん、今日はですね、あの、まあ、ちょっとずうずしくも、はい、ちょ自分ちょっと悩みがありまして、うん、悩みというかずっと癖、振る癖がありまして、はい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 、どうしても調子が悪くな、うん、なるとそうなってしまうって癖があるんですけど、はい、それをちょっとあの中井岳プロにいろいろちょっと指導してもらいたいなっていう、はい、修正方法だったりとか。喜んで喜んで。本当ですか？はい、だってね、あのケンジの人間性の癖を直せって言われたらすみません、ごめんなさい、無理ですってなりますけど、はい、あのそんなゴルフのスイングの癖は全然大丈夫ですよ本当ですか？はい、もちろんです、はい、いや、じゃあよろしくお願いします。お願いします。じゃあちょっと早速打ってみるんで、うん、ちょっと見ていただけますか？はい、使用クラブは7番アイアンでいきます。はい、お願いします。あー、早速早速出ました。これ今トラックマンで計測してるんですが、はい、いつもデータのどこを一番重視しながら練習してます？もう自分はクラブ軌道なんですよ。軌道、まあ、トラックマンでいうクラブパスですか？はい、今 3.6、はい、ああ、まあいつもの数字です、ね、いつもの数字、はい、で実際あのイチャラプにとってのこれのこの数値の希望値ってのはどれぐらいなんですか？いや、希望値はですね、うん、やっぱ1とか0ぐらいに抑えたいですね。なるほど、そのスクエアトゥスクエアなイメージが欲しいと、はいはい、ちょっとやっぱインアウトが強くなるそうです、ね、っていうところなんですね。はい、そうか。そうなるとやっぱりイメージしてるよりは相当結構深めに入ってますよね。そうなんですよ。なんでこうクラブパスがインサイドアウトすぎるとダメかっていうと、うん、まあ、ドライバーだとティーアップしてるんで、はい、ある程度こう浮いたものをこう打ってい、うん、くじゃないですか、はい、アイアンはどうしても入射をしっかり取って、うん、あのそんな左に行く球を打ちたくないんで、はい、そのクラブパスのインサイドアウトをちょっと抑えたいんですよね。そうですね、これも皆さんに説明すると、このクラブパス、要はインサイドアウトの軌道が強いままに、このアタックアングル、その鋭角に入ってくるヘッドの角度を強くしてしまう。要はスピンがかかる軌道に入れてしまうと、その分やっぱり巻き込み系、捕まりすぎるというような動きが非常に強くなる可能性が高いんですよね。要はインから来てるのに急激にそれをインサイドに入れていくのを巻き込みが起こってしまうと。それをあのヘッドを出しすぎてしまうと今度はフェースが逃げてっていうような動きで、まああんまりインサイドアウト、皆さんインサイドアウトが憧れでドローが憧れでって思う方多いんですけど、この数値が強くなるとまあちょっと憧れから遠ざかってしまうような、そうなんです、ね、まあ、結構曲がりの強い球が出てしまう。そうなんですよ。了解です。はい、じゃあ続けて3発打っていただいていいですか？はい、あ、まあ、これはちょっと薄いドローですけど、薄いドローですね。クラブパス 6.3 って出てああ同じとこ向いてんですけどね、うんうん、そうなんですよ。そうですよね、結構きついんですよ。なるほど、はい、で悪くなるって、そのイチャラプの中で悪くなるっていうイメージを持つ時って、どういう、単純に球がこう左右に動き始めたら悪いな今日調子ってなるのか、はい、自分がフィーリングとして、はい、なんか今日違和感があるな、スイングのフィーリングになるのか、はいはい、それとも単純に体調とか、はい、そういった、あ、今日ちょっと体重いなとか、はい、なんかどういう部分で一番その悪さっていうものを、なんか悪いってなると、何の部分が悪いのかが、なかなかやっぱりこう多分見てらっしゃる方も含めて皆さん、うん、まちまちだと思うんですけど、はい、どうですかそのあたりは。やっぱり一番は、はい、まあ、ちょっと疲れだったりとか、うんうん、あと試合が重なってきて、うん、こう力みだったり、力みが結構入ると、うん、
インサイドアウトの軌道が強くなっちゃうんですよね。なるほど。じゃあその調子悪くなった時の、はい、自分がこういうふうに感じてる、はい、なんかこういうふうに動いてるんじゃないか、はい、みたいなのをちょっと何個か説明してみてください。はい、はい、まあ、バックスイング上げて、はい、まあ、なんかこういうふうになっちゃう感じがするんです、はいはい、右肩が落ちてしまう、はいはい、で左に乗れないみたいな。なるほど。その癖がだいぶ強くなっちゃうんですよね。うん、これなんか結構強いですよね。まあ顕著にあれが出てる、ね、ファース 6.3 ですもんね。やっぱ 6.3 出てますね。そうなんですよ、じゃあまあこうなると、はい、じゃあ、 あの普通の人が考えるには、はい、こうなるんだったらこうなやればいいじゃないかって話をするじゃないですか、はい、そうするとどうなるんですか。そうなると、うん、右に残ったまんまアウトサイドインになってすごいスライスか、はい、もう真左に飛んでいくことが多くなっちゃうんですよ。なるほど、はい、どちらかというと市原プロの持ち球はドローという認識でいいですか。どちらかフェードですか。今そうならないようになんとかフェードを打つようにしてるんですけど。じゃあその動作もちょっと一回見せていただいていいですか。フェードを打ってる、その要は状態どこでイメージしてるのかも含めて。はい、わかりました。はい、いきます、なるほど、なるほど、なるほど。そういうことですね。今でマイナスになりました、はい、ちゃんと。なりました。なりました。ただ、まあ、飛距離はドスンと落ちますね。飛距離はドスンと落ちるんですよ。あ、これですね、問題は。問題はこれなんですよ。なるほど。結構、今のでクラブパス 0.7、はい、マイナス 0.7。はい、なので、ほぼほぼストレートに近い軌道にはなるんですけど、はい、でアタック感がそんなに変わらずで、はい、でも結果的にはやっぱりトータルで15ヤードぐらい落ちて。そうなんですよ、飛ばなくなっちゃうんですね。自分の中で力入るのはこれが力入るんですけど、うん、どうしてもそれじゃ球筋が安定しないんで。そうですね。あ、でもまあ自分の中で 今のがもう顕著な答えだと思うんですけど、その一番さん、多分その力が入るっていう軌道が、はい、あの感覚としてやっぱりインサイドアウトを強めてる、はい、そうなんです、うん、だからといってこれでフェードを打てってなったらちょっとまた話が違うので、はい、うん、そのポイントをどうやって動作で変えるかですよね、うん、もう一度じゃあ普通にドローに戻っていただいていいですか、はい、いつもの、はい、いつものドロー、いつものドロー、わかりました。うん、まあ、ちょっと浅り薄いですけど、うん、もう一回行きましょうか、はい、はい、ね、ドローを打てないアマチュアの方からすればね憧れみたいな、いいドローなんですけどね。でもこれだとやっぱり勝負できない、なかなかグリーン上でボールが思ったところに止まってくれない、そうです、ね、で球が安定しないっていうことですよね、はい、うん、チアラプロのスイング、本当に活躍された時代から見て、はい、拝見しているので、はい、根本の部分って基本同じですよね。変わってないというか、変えてない、変えてないですよね、はい、で、ずっと今までこのスイングでやってこられた感じですか、はいはい、そうですね、うん、でさっきウォーミングアップの時に、はい、左手一本でお家になったじゃないですか。打ってましたね。ちょっとそれ一回見せていただいていいですか。白クラブ7番のままでも結構です、はい、あ、何も意識しない、何も意識しないで、いつもなんかウォーミングアップでこういうのやってますよ、はいはい、ウォーミングアップでまあこういう感じで、はい、ウォーミングアップでまあこういう感じで、うん、このウォーミングアップの左打ちちょっと変えていただきたいんですよ。はい、どういうふうに？いつも市原プロは左の片手打ちのみですか、右の片手打ちやりますか。右もたまにやるんですけど、基本はもうこっちで、基本左ですね、全部だリードアームの方でやってるって感じですね、はい、で拝見してると今まあこういう感じ、あ、まあこういう感じ、あ、そうですね、なんですよ、はい、でこれをですね、はい、もう完全に腕クラブ固定で、はい、この体が動いた分しか腕とクラブが動かないという片手打ちに変えたいんです、はい、こういうこういう、あ、なるほど、こう手のさばきみたいなのなし、さばきをちょっと押さえる、少し押さえたいんです。ちょっと一回それでやってみてください。やってみます、うん、あ、なるほど、その左手の一本打ちはやったことないです、ね、はい、ちょっと素振りしていいですか、はい、
これでも全然多いんですよ。あ、多いです運動量。何をイメージしたいかって、テイク、特にテイクバックなんです。テイクバックで胸が動かなかったら、肩が動かなかったら手が動きませんよという、こういう動きですよね、はい、この動きでちょっとテイクバック欲しいんですよね。コースで、そうです、そうです。あ、めっちゃノーコックのイメージ。ノーコックのイメージお願いします。はいはい、今でも多分見てらっしゃる方は分かると思うんですが、はい、結構この二の腕より前は動くんですよ、はい、もっと動かさないでください、はい、もう、はい、こう上げて、そうです、そうです、でこうです、ね、はい、もう完全にここしか動いてませんよというイメージです、はい、もう胸のみ、うん、そうです、そうです、そうです、いきます、はい、そうです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 、はい、あ、なるほど、ナイストライ、なんか変なここでのこう、そうです、調整が必要ない、そうです、この調整が実はインアウトを強めてる。あ、なるほど、はい、でなんでここでこれがインアウトを強める結果になるかというとですね、はい、ちょっとそれも見ててください、はいはい、こういう動きですね、はい、手元を使ってのこういう動き、こういう感じ、この動きが、はい、そのボールをさばくときに入ってるんですね。入れちゃってますね、この動きをやこの動きだけが実はインサイドアウトを作ってる、強烈な、なので、そうなんですよ、はい、この動きだけ実はこういうふうに排除できれば、はい、かなりそのインアウトの強さ、あの角度って、なるほど、弱くなるんですよ、もう一回どうぞ、じゃあもう一回片手打ちお願いします。そこはちょっと、はい、考えたことなかったです、ね、うん、だからさばきがうまいんですよ、むっちゃ。対戦の時も見てましたけど、はい、むっちゃこのパンってさばきが昔から上手なんです、このさばきの良さが足引っ張ってる、はい、うん、器用さが足を引っ張ってるって感じです、はい、もう一回どうぞ。ちょっとこう、はい、こう、そうです、そうです、いきます、こう、こう、はい、いいですよ、こう、こう、はい、いいですよ、全然かん、もう何にしてもいいです。とにかくちょっとそのラインが作られるようなイメージを持っていただいて、こう上げて、そうです、こうです、そ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 うです、ナイス。あ、ちゃんとライン出ますよ、ライン出ますし、はい、左に行く球じゃないです、ないですよね、そうなんですよ、今までフィーリングで分かっていただけたと思うんですけど、左に行く球じゃないですよ、全然違いますね、はい、じゃあ今度はそれで、はい、右手を添えて同じような、はい、普通の、そうです、そうです、そうです、それだけ、今の大きさ、このぐらいの大きさですか。全然大きさでもいいです、全然大きさより大きくても全然構わないです、そうです、そうです、あ、確かにこう右には出なくなります、はい、これを徐々に大きくしていただけますか、はい、次はもうあとあの2割ぐらい大きめに、2割ぐらい、それも手の動きで2割を足すんではなく、この体幹部の動きで、胸の大きさで、そうです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 、はい、ナイス、ね、あ、はい、いいですね、いきます、はい、そうです、そうです、あ、めっちゃライン出ますね、うん、あ、ここで全く操作してる感じがない、ないですよね、そうなんですよ、めっちゃライン出そうです、うん、この感覚なんですね、うん、多分感覚は天才的なんで、だから、いやいやいや、じゃだからこそやっぱり頼ってしまうんですよね、はい、そこに、そうですね、このさばきに、そう、そうすると普段のプレーでは全然問題ないけど、はいはい、こうプレッシャーかかった時にこれを抑制させようとすることの方に力が入っちゃう、まさにそうなんですよ、うん、そうなんです、だから多分今までの経験の中でもね、やってる最中に、はい、あってなることってあったと思うんですよ、そうなんです、そこで走りすぎるの嫌だな、はい、で結果的にちょっとフェード気味に入れてくるだけにしてしまって、はい、そのやっぱり距離がドンと落ちるっていうようなショットになってしまってた、はい、じゃあ最後このイメージを持ってフルショットやってみましょう、はい、あ、分かりました、テイクバックのイメージ、フォローのイメージだけ今のゾーンのイメージ持っていただいて、はい、そうです、そうです、こう素振りでこう入れて、はい、入れていただいて、あとはそこから、はいはい、普通のショットしてみてください、いきます、はい、そうです、ああ、ナイス、うわ、めっちゃいいショット、なんかあの自分で言うのもなんなんですけど、うん、はいはい、フォローがかっこよくなった気がします、うん、これでどうですか、まあ一応今フェードっぽくなってるんですけど、距離は落ちてないんです、はい、あ、本当ですね、うん、
マイナス 2.8 ですか、ね、そんな変わります、ね、そうなんです、こんな変わります、そうだから、いかにこの二の腕でこういう風イメージでさばいてた動きが、はい、いかにこのあの軌道を作ってたかなんです、これ変わる、こんな変わるもんですか、変わるんですよ、すごい、うん、で距離落ちてないです、ね、落ちて距離落ちてないんです、これが175ヤードですね、そう一番これがポイントなんです、距離を落とさないフェードになるんです、これだから、フェードから、まあそれであとはまあちょっとターンのタイミング変えることでドローになりますから、うん、そうすると多分ね、危なくない球が打てるっていうのと、やっぱ一番感じるのは、はい、その試合中に感じられる、そのあこまたこんなの打っちゃったっていう、はい、そのプレー中に、うん、変なフィーリングが宿っちゃって、そうなんです、そっから思い切ったプレーができなくなる、思い切ったショットができなくなるっていうことが多分なくなっていくと思う、はい、確かにこれ操作しなくなれば大きな筋肉で操作するわけですね、そうですそうですそうです、だからもともと大きな筋肉 をね、タッパーもあるし、はい、うん、スイングワークも普通に振れば大きいわけですよ、はい、であんだけゆったり振ってね、あんだけちゃんと距離が出る、はい、素晴らしい、いやめっちゃ嬉しいんですけど、いやちょっとだからその日頃の素振りとかそういったものに気をつけていただいて、はい、それで、まあ、まだまだ全然変われますよ、じゃあ普段からもこういうイメージをもうこうしないように、そうですそうですそうです、だからさばかないように、さばかないように、それだけやってみてください、はい、はい、ありがとうございます、とんでもございません、本当にいやめっちゃ目から鱗です、いやむっちゃいいデートでした、はい、はい、それで今日はどうもありがとうございました、どうもありがとうございました、はい、いやだから今までの自分の要素を入れつつちょっとゾーンのイメージだけ少し大きな筋肉使ってくださいって話です、はい、だから全然やっぱりね怖いのよ、ここでパーンと走るスイングって、ね、はい、うん、だからそのうまくダダダンとハマってる時はいいんだけどね、はい、うん、いやぜひ、そうなんですよ、うん、ちょっとずれるとまたここで調整しなきゃいけないから、ね、うん、そうだからその調整するって感覚は別にあのフィーリングとしては持ってていいんだけど、はい、ただちょっと大きな筋肉使うっていう、はい、その意識だけやってみてください、はい、うん、うん、なんかやつがずっと指示してるのがなんかムカつくんですけどありがとうございました、すいません、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました